すいません。はい。はい。聞き込み開始っすね、おやさん。まずは裏付け調査っすね、おやさん。逃げ道を塞いで下手人を追い詰めるっす。どうした、何を騒いでいる。はあ、それがおかしな子供と鹿が陣内に入り込み捕らえようとしているのですが、これがなかなかに手強く、我が軍の時と労力を浪費する。同時の相手など同時にさせておけばよい。よし、アラゲ軍前進。なにおやさん、蹴らないで。すべての事象は我が盤上にあり。隣、限りなく黒に近い灰色の人物。新たな駒、試してみるには良い機会か。卑弥呼様、本当にあの子、鹿くんは私の敵なんでしょうか。我の声を疑ってはいけません。信託は絶対なのです。そうです、ご信託は絶対ですよね。ほら、鹿くん、そんなものを振り回して暴れちゃいけません。待ってください、鶴姫さん。僕はただ、ハル様、アマゴ・ハルヒサ様の居場所を探しているだけなんです。さあ、共に戦場へと埋没する駒となろうぞ。では、僕の質問に答えていただきましょうか。で、もしもし、優秀な俺は突如として反撃の策を思い、土地を求めて争うが武士。勉強になるな。言い訳する子は懲らしめますよ。うわぁ、じゃあもう懲らしめながらでも構わないで、とにかく話をさせてください。アマゴ・ハルヒサ、この名前に何かピンときませんか。アマゴさん、わかりません。でも大丈夫、私がバシッと占ってあげます。差し違えることもできぬとは。向かい風ほど心地よい、そうは思いませぬかな。そう焦って固執するな。相手方の思うつもぞ。少し召しますよ。サンデーさん。サンデーさん、どこのどなたですか。それ、ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズバババババババーッと振り払っちゃいますよ。目覚ましいご活躍、敵味方、皆が倒幕しておりますぞ。鶴姫を厳命します。卑弥呼様のお名前を語って私を、なんて悪い人。口うるさきカンナギよ。もう、ゆーしーまーせん。はーい、卑弥呼様、わかりました。どうぞ。じゃあ、もはや駒にもなり得ぬ我が盤上の切り崩れと示しているっす。我は日輪の申し子、眩しき光にひれ伏せ。どの戦に立ち会えたこと感謝せねばな。晴れちゃいました。また悪だくみですね。私負けません。引っ込めし、ひどいです。この鬼、了解。
れと張り合う。照らしたまえ日輪よ。貴殿の日輪信仰に帰依するがよい。おお、元就様のお力で再び日輪が。叶うと思っていたのなら、いかにも愚かな楽観よ。小賢しい。テラトマン、リン。一か。一違いでさ。追い詰めたぞ、化身。違うか。否定するところがますます怪しい。ってことで。それがどうして、我が策に陰りなし。ハルス、鹿の付け目が懸命に励んでおりますぞ。それがしの武勇、存分にお使いくだされ。テラトマン、リン。恥じて、いいね。おやさん、わかるんですね、この人が一番怪しいってことを。追い詰めたぞ、下手人毛利元就。やっちゃいますか。友よ、合わせるぞ。謎の男、サンデーサンデーだと。知らない。とぼけても無駄だ。ここに残ったのはあなたと僕とおやっさんだけ。僕は僕、おやっさんは鹿。ということはサンデーに当てはまる人物はあなたしかいない。白状しろ、サンデー毛利。ハル様、愛の楽園とはどこなんだ。ゾビー様ガック、キリンジ、鹿之助、大活躍で、あれで、あ、待ってください、おやっさん。